大人になったら光の中で、バラの棘さえも意味があることに、そう気づくはずよ。誰のため踊るのでしょうか、太陽に問いかけてみた。木漏れ日が降り注ぐだけ、ご自由に見物してちょうだい。あれからいくつか恋して大人になった。